あらら、これで終わりだと思っちゃった？なんだって？サンヒョウが来てたのか？君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたび、こういう…ザンヒョウはどこにいるんだ？君の心の声、はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めて、僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることは。誰と話をしてるんだ？気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ、僕、無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。おい、旅人！お前、僕の進化のプロセスは、ほぼ終了した。残りは、あとか、わかるかな？クラクサなりデビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には、実力において、雲泥の差がある。子供同然の神を、僕に歯向かうよう強要するのは、学者どもが、知恵の神を信仰しているからこそ、恐れ多くも、だけどこれは、人が神を崇拝する行為が、冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。言ってごらん。そうかい？僕は今機嫌がいいから、こんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で、僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも、他の全員とも違うのさ。僕は、神になるために生まれた。今までの人生は、すべてが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は、意味をなさない。重要、今までの僕が残したのは、苦痛にまみれた記憶と、人としてのくだらない感情だけ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が、僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で今の僕は、君の意識と繋がっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心の、その強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は、真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と、君のためだよ。人という生き物は、無知であればこそ、幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は、僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、彼女の君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい。君もすぐにわかるさ。君が、誰が、この敬虔な女性を傷つけようとしていると言うんだい？
博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずな奴だった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でも、そんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として。良きことも悪きことも恩恵として見られる。これぞ神の横暴さ。